東京五輪のバドミントン日本勢が大苦戦だ。近年の勢いから大会前は全種目メダル獲得、金メダル独占と予想されたが、蓋と開けると思いもよらぬ展開。男子シングルスの桃田賢斗、NTT 東日本が一時リーグ敗退という衝撃に始まり、日本が誇る最強の女子ダブルスフクヒロペアこと、福島由紀、廣田綾花組、ともに、マルスディブルービッチと長松ペア、永原和可那、松本麻佑組、ともに、北斗銀行も揃って、姿を消した。さらに30日には、女子シングルスの奥原希望、太陽、HD が準々決勝で敗退。メダルの可能性を残すのは、女子シングルス準々決勝、同日午後に出場する、山口茜、蔡俊瀚誓約書、混同ダブルス3位決定戦、同日で銅メダルを狙う渡辺雄大、東野有紗組、共に日本ユニスのみとなった。日本代表は19年8月の世界選手権で、史上初の5種目計6個のメダルを獲得。日本協会は、鳥のように羽ばたくとの意味を込めて、バードジャパンとの愛称をつけた。その後も世界ツアーで圧倒的な強さを誇り、東京五輪直前では全競技を通じて最もメダル量産の可能性が高いと言われた。しかし、勝負は何が起こるかわからない。思わぬ結果が立て続けに起こり、ついに金メダルは山口が最後の砦。果たしてどうなるか。